松本構造松本構造から1936年2月20日は大正から昭和初期にかけて活動した日本の実業家。名前は松本松造とも書かれる。旧姓は井上。九州電気機動の専務第二大社長を10年にわたり務めたが在職中に社名手形を不正に発行し資金を私的に消費したという九州電気機動不正手形事件を 起こした。養父は、関西の実業家、松本茂太郎。妻は、松方正義の娘で、神戸川崎財閥を継いだ、松方孝次郎の妹婿にあたる。長男は、ジャーナリストの松本茂春。明治3年2月4日の生まれ。実刑の井上康次郎は、明治期の実業家で、実家井上家は、大阪の両替省であった。 1889年4月、子供のいなかった松本茂太郎の養子となる。茂太郎は大阪で洋物商単重を開き成功を収め、その後130銀行や宝石会社、鉄道会社を起こして関西財界の大建物などと呼ばれていた。構造が出した養子入りの条件が海外留学であったことから、間もなくアメリカ合衆国へ留学する。 留学は長期間で、帰国後に、松方正義四女の講師と、結婚、1899年10月に、長男重春が生まれた。1897年、矢部重太郎が社長を務める、宝石会社に本盲職の取締役に加わり、翌1898年には重太郎に代わって、社長に就任した。しかし、 日本暴食の経営は不審で、同社への無理な融資や茂太郎の個人事業の失敗によって1904年に茂太郎の130、銀行は破綻、日本暴食も解散に追い込まれた。暴赤会社の失敗後は、留学時代に知り合った、武藤山地の秘書として、金が淵暴赤で勤務した。九州電気機動所大社長、松方光次郎1908年12月、 松方正義の三男で構造の義兄にあたる松方、康次郎を初代社長として北九州に九州電気機動が設立された。構造は1911年までに同社の支配人となっているのが確認できる。社長の下には松方康次郎の代理人、久保翔介が専務取締役としていたが、1913年12月に退任し、入れ替わりで構造が 取締役に就任した。1920年6月には、専務取締役に昇格している。九州での事業が、軌道に乗ると、構造の暮らしは派手になり、大阪から堀の本邸では目かけ二人を住まわせ、さらに洋館の別館を建てて、帝国ホテルのコックを引き抜き来客に、フランス料理を振る舞っていたという。また自宅で大規模な茶会を催し、さらには、 東京国立博物館を借りて自慢の美術品コレクションの展覧会を開くなど、好き者としても有名であった。構造が骨董収集に熱心だった理由の一つには、養父の茂太郎が全財産をなくした際に手放した美術品の数々を買い戻したいという気持ちがあったからという。岐阜、松方孝二郎は経営する川崎造船所が、 昭和金融強行の影響で破綻してしまい、その後独自の新事業を立ち上げるとの理由で、設立以来勤めてきた九州電気機動社長を辞任した。これを受けて、専務の構造が社長に昇格し、1930年6月27日付で九州電気機動第2大社長となった。構造が経営する九州電気機動は当時は、 鉄道事業の他電気供給事業も営む電力会社でもあった。そして同社は北九州工業地帯や筑豊の諸炭鉱への電力供給をめぐり九州有数の電力会社九州水力電機と対立していた。この九州水力電機は1928年に筑豊有数の炭鉱家麻生太吉が社長に就任すると 九州電気軌道の経営権掌握を目指すようになる。株式買収の目標とされたのが、松方に代わって100万株のうち、約35万株を抱える大株主となっていた構造であり、取締役の大田黒十五郎が接触し、構造から株式譲り受けの承諾を得た。1929年8月、九州水力電気の重役会は大田黒に、 構造との交渉を一任することを決定。その後売買手続きを進め、1930年8月、九州水力電機は構造からの九州電機、機動株式約35万株の買収に成功した。構造にはその対価として、九州水力電機の6分離車載2500万円が交付されている。株式を手放した構造は、1930年10月8日付で、 九州電気機動社長を辞任。構造に代わって大田黒が第三大社長となり、その下に村上匠次が専務に就任し、さらに麻生拓吉も取締役となって、九州水力電機が九州電気機動の経営を掌握した。麻生拓吉九州電気機動が1935年に出版した社史躍進旧憩の解雇によると、 経営陣が交代した直後の1930年10月11日夜、取締役となったばかりの麻生太吉は、福岡県知事松本学から支給電報で呼び出され、翌12日朝に大阪へ出向くと、松本知事から、前社長、松本構造による長年にわたる社名手形の不正発行を打ち明けられた。そして大阪から堀の自定に戻っていた構造に面会し、 本人からも事件を告白されたという、九州電気軌動不正手形事件の発覚である。会社の調査の結果、構造が過去10年間にわたって、社員、社長員を不正に持ち出して、関西を中心に振り出していた社名手形は合計2250万円に及んでおり、支払い期日は早いもので10月16日に迫っていることが判明したという。 構造はこれら期限が迫る不正手形の召喚を、株式上都で得た九州水力電気社債の売却益をもって秘密裏に行う予定であったが、世界恐慌による社債価格の暴落で、その計画が破綻したために、松本知事に事態を告白したとされる。構造が持つ九州水力電気、九州電気機動量社債や、その他の株式、預金、大阪、神戸などの辞書、書が、 骨董品、生命保険といった資材は、九州電気軌道へ引き渡され、社債、株式を担保として構造が借り入れていた、個人債務約1900万円も会社によって、不正手形とともに返済された。構造が不正手形の発行に手を染めたのは、書が骨董品の収集、社交界での浪費、義系、松方孝次郎の金融支援などに充てる資金を得るためであり、 また、会社の資金調達を円滑にするための株価の高値、移持操作が目的であったと指摘されている。不正手形の回収が完了した1931年6月、九州電気機動は、不正手形事件を一般に公表。さらに不正手形発行以外にも、構造ら旧経営陣が長年にわたり、業績を水増しし、その上負債への利払いに回すべき資金を配当に、 当てるという、いわゆるタコ配当を続けていたとも発表した。1931年7月10日、株主の一人が横領罪、背任罪で構造を福岡地方裁判所小倉支部検事局へ告訴した。翌1932年夏、構造は脳一血で倒れ半身不遂となり東京の病院へ入院する。こうした病状と構造が 会社の事後処理に協力していたのを鑑み、検事局は1933年5月22日、構造を基礎猶予処分とした。所有した美術品の一つ、国宝の一木をいろえ、10日門洋壺九州電気軌道が構造から、収受した書が骨董品は、景気の回復を待って売り立て会にかけられ、まず1933年6月26日に270品を、 出品して、大阪美術クラブにて、第一回売り立て会が開催された。この時の出品物の目録は、構造の画号から、総建案美術修正図録と題され、名品揃いであったことから美術賞としても、有名になった。特に、田野村畜伝、雷山洋を多く集めたことで知られ、一と木を色へ投下門洋壺や芸網の、滝山水など、国宝、 十分級も含まれ、話題となった。売り立て会は、盛況で、第1回売り立ての売り上げ総額は267万円余りに、及んだ。続いて、大河、武村の、十弁十議長、田野村畜伝の、戦争将棋長など300点余りの書が、骨董品を東京に持ち込み、同年10月11日に、第2回売り立て会を、東京美術クラブで開催した。 この売り立ても、盛況で、売上総額は186万円余りとなった。翌1934年1月22日に、最後の大規模な売り立て会が同じく東京で、開催され、200点を出品、雑品販売と合わせて43万円余りの売り上げとなった。在庫の書が、雑品は、会社のある小倉市内で、売り立て会を開いて処分した。 こうして、九州電気軌道が処分した、構造資材の売上総額は501万8336円に達し、その売却益は、会社再建の一助とされた。晩年の構造は、兵庫県西宮市近郊に今日構えており、そこで1936年2月20日に死去した、万65歳ボー長男の重春によると、自身が相続した。 構造の遺産は12円50銭だけであったという、ありがとうございます。